イプレス動画をご覧の皆様、こんにちは、小柳あゆみです。この番組は新人ライター育成計画 in 山形シーズン2です。今回の放送でなんと20回目ですねの放送になってます。イエーイ。はい、本日お邪魔しているのは栃木県栃木市にありますベガスベガス栃木店さんです。 in 山形なのに栃木というね、はい、あれなんですけれども、前回ね、私実はベガスベガス栃木店さんに来させていただいた時、ミスマリンちゃんとしてうちくるの収録で来させていただいたんですけれども、まあ前回はしっかりした番組だったんですけど、今回はこの感じなので、はい、今日も元気に頑張っていきたいと思います。はい、じゃあサイコロお願いします。はい、この番組ではサイコロで機種と打つ機種と軍資金を決めていきますので、まず機種の方から選んでいきたいと思います。あーやっ、3はと黄門茶間勝つです。お、女神森の時を思い出しますね。今回もなんか楽しくなるような予感がしております。じゃあ続いて軍資金の方もいきます。1だったらサイコロをぶっ壊します。浮いちゃったよ。でも5です。あ、午後25の2万5000円です。なんかもうやばい。2万5000円。だから、もしかしたら罰ゲーム受けずに済む可能性もなくはないって感じです。よし、頑張ります。ちょっと女神盛りがね、本当に楽しくて、黄門茶も打ちたいなって思ってたので、今日はめっちゃ頑張りたいと思います。イエーイ。おはようございます。はい、ということでね、今日は3で黄門茶間勝つが出ましたので、いや頑張りたいな。どれ行きましょうかね。昨日が27回、こっちさっき46回って書いてあったかな。じゃあこれ行ってみたいと思います。はい、ということで打っていきたいと思うんですけれども、ごめんなさい、さっきね座るときに手が当たっちゃって一元回しちゃいました。すいません、ごめんなさい。それでは打っていきたいと思います。これ後半このキラキラの7が見づらくなってきそうな気がするぞ。私はこのバーを揃えるのが難しくなってきそうな気配がしております。ひどいんですよスタッフさん、今日始まる直前に今日も食ハラしてやろうかって言われました。でやだやだって言ったら、そんなに美味しいお昼お腹いっぱい食べたいかつって、またなんか罰ゲームでなんか食べさせようとしてきます。すぐ、おボイーン、発展です。あー、一発がいい。いい。
感じてしまった。はあ。おお。サクゾーン。お、これ一緒に止まるんじゃん。溜まったぞ、一緒に溜まったから、さっき言ってたそのチャンスっていうやつかな。よし、よし、行くでございます。あ、あれじゃないか。あ、また一人俺様の虜が。おお、なんだこれ。おお、二つ。あら、お、これいいんじゃないですか。頼むよ。あ、やだやだやだ。おお、おい、イエ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 イ。おお、なんだこれ。来週も見てね。だって右左ジョグを回すのじゃ。さっきちょっと話したんですけど、バランスで行ってみたいと思います。行きますよ。行きます。左右。
ジョグを回すのじゃ。挑戦したいと思います。いやもう 12.5%。
きます。勝てなかった、もう縁も何もない。190ゲーム599枚。ただこれがね、お願い、はぁ、
来ました。よし。ジョグを回すのじゃ。さっきもこの1個前もやったんですけど、これでいきたいと思います。よいしょ。あ、お銀ちゃんだ。
よし。お、展開っていうのが入ってきた。好奇。これはちょっと期待度が。いっていっていって。おー、来た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 。おー、すごい。めっちゃムキムキや。実はもう今実戦終了の本来だったらお時間が来ちゃってるので、最後に大きな加減に出たいと思います。貯めてた分を今ここで出させてください。お願いします。ありがとうございました。あー、もうここでもうこんな弾けないんだったら、あもう20ゲーム51枚ってどういうこと。はい、ということでこれにて実戦の方を終了させていただきたいと思います。ああ、負けた、負けました。もう結果はでもしっかりエンディングでお伝えします。本当でも1個謝りたいです。最後の最後まで本当に持ってなくてすいませんでした。でもめっちゃ楽しかったです。また後ほど。はい、結果発表です。はい、投資1081枚、回収115枚、収支マイナス966枚、次のご褒美まで8338枚です。いや、なんかね、今日の敗因としてはやっぱり結局降臨させた後にそれ以上全く引けなかったっていうのもそうだし、あと、まあ、何があれって5をね引いちゃったことによって罰ゲームを受けなかったという。本日の罰ゲーム何ですか。やだ、だって頭おかしい。うっこの元だよ。何うっこの元って。うっこの元はご飯だよ。まるで本物の匂いと味、あなたは食べれますか。っていうかね、もうドッキリ飲み会宴会などでみんなでワイワイ楽しめちゃうって書いてあるけど、バカじゃないの。楽しめるわけないじゃん、うっこのさあ匂いで。お召し上がり方ね、開封後、食材に振りかけたり、そのまま蒸し上がり方が食材に振りかけた方が、でもあれだけど、うっこ食べてるってことでしょ。やだ、どうしよう。でも、あー、やらなきゃ帰れないんでしょ。やんなよ。あ、なんかポケットにしまおうとしちゃった。
私もこういう系本当に嫌いなんだもん。もう思っただけでゲロ吐きそう。なんか臭い気がしてきて、もう分かんない。やだよ。臭いよ。やだよ。最後まで見てくれてありがとうございました。さよなら。